ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति हरिः ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय आभिराभिर्मयेधि रुद्रायत्ते दक्षिणमुखं तेन मां पाहि नित्यम्। कमी समा हे जिस जाई करा जिस जाइए निचिबी ते कुदासाय मुची नो कुरा मी करा चिश्की न हिकारिये मिचिबी ते कुदासाय शी करा पुशिये मिचिबी ते कुदासाय वारे वारे नो नाकानी वाहिरी कुदासाय अनाता नो यासाशी काउदे वारे वारे वो ममत्ते कुदासाय। ओम शांति 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 हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरिः ओम्। ॐ शान्ति 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 हरि ॐ।皆さん、おはようございます。ナマステ。おはようございます。どうぞ、三田村さおはん。ようございます。はい、おはようございます。前回、サハナババトゥのチャンティングの終わりの部分、オームシャンティシャンティシャンティを3回唱える理由の説明をしました。まず、オームの説明は、2024年3月6日の講義のところに詳しく説明がありますので、それを読んでください。そして、バガバトギーター8章13節にもオームについて書いてあります。オームを唱えながら亡くなると、その人は解脱を得ることができます。ですね。次に、シャンティを3回唱える理由について。1回目のシャンティは自分自身の病気など個人的な障害。2回目のシャンティは自分以外の動物や悪い人による障害。3つシャンティは自然の災害。それから守ってもらうよう勉強の前に祈りますと落ち着いて勉強ができます。次に、ハリオームタトサトです。ハリーの意味を調べると少なくとも10個以上理由がありますが、ここではブラフマンのことを指します。そして、オームはブラフマンのシンボル、タットもブラフマンのシンボル、サットもブラフマンのシンボルです。その3つのシンボルを合わせてオームタットサットで、それを唱えると全部ブラフマンのことを思い出します。そして、このオームタットサットは
オームはタイッテリア・ウパニシャットの一章の8節から、タットはチャンドゥーキャ・ウパニシャット6章9節、サットはチャンドゥーキャ・ウパニシャット6章2節の部分からピックアップして作ってあります。またこのオーム、タット、サットを毎日の生活でどのように使うかの説明がバガバトギーター17章の24節から26節で説明しました。次に、聖典の前にどうしてオウム、タット、サットのマントラを使うかということで、それはギャーナヨーガの場合、何回もブラフマンを唱えると、自分とブラフマンがつながっている状態になります。また別の理由では、さっきのシャンティを3回唱える理由と同じで、ハリ・オウム・タット・サットを唱えると、いろいろ問題を取り除いてくれます。次に、勉強の時、先生と生徒が間違える6つのケースについて話がありました。その最後の正しいマントラを唱える規則について、今日は説明します。ということです。ありがとうございました。で、これ、さっき三田さんに言いました。マントラ、例えばどうしてハリオムタツァ何回も、これ、ハリオムタツァ、これ、時々、我々は勉強、サンティマントラの後、どうして唱えてます？それ一つ言いました。いろいろ。障害を取り除くためにですね。で、その障害は三つの種類障害ですね。一つはアディアトミック、アディドイビック、アディボーティック。それも勉強のその種類障害があります。それを取り除くために。もう一つは、勉強の時、無数のいろいろ、過ちのこと、間違いのこと、それから、過失、わかりますか？過失、過失、欠陥、いろいろ、で、それを出るの可能性ありますから、そう、出ないのために、だけどもし出ますと、許す。forgiveness ね、許す。そのために、これは、オウムタッツァトオウムタッツァ、唱えてます。論文の名前何回も唱えてます。今、無数の、何ですか、この書類、間違いこと、過ちのこと、過失、欠陥、何が？一つは、無意識で間違いします。ね、無意識。例えば、知らない。本当、発音知らない。知らないで間違い。ね、例えば、サンスクリットの、これ、聖典のある文字、ある文章の正しい発音、知らないで間違いします。それが、知らないですから、すいません、それではない。それが、インテンショナリー、例えば、先生ですね。その聖典の言葉の意味が本当わからない。ですけれども、生徒の前そのこと言わない。で、知らなくても、で、ちょっと間違い説明します。それが本当は意識で知ってます。で、本当は正しいは正しくない、はっきりわからないで、とりあえず、ちょっと、間違いのこと、間違い説明します。それがインテンショナルです。
知ってます。私は分からない。それからもう一つは、アンインテンショナル、無意識で。無意識で、例えば生徒たちは、発音の正しいやり方を知らないですから、で、間違い発音します。ですね。と、例えば外国人、外国人だけではなく、インド人も、サンスクリットの正しい発音しない、することのやり方ありますね。正しい発音のやり方。それを勉強しないと間違えるのかと結構あります。ですから、そのアニンチですね。もう知らないですから。それ結構あります。なぜなら、例えば、ベンゴル語、オリア語、ヒンディ語、グジュラティ語、マラティ語、でもサンスクリットから来ています。来てますけれども、で、サンスクリットの本当の文章がサンスクリット。発音がサンスクリットではない。サンスクリットの本当の正しい発音しない。で、自分の母国語、ベンガル語で特別はありますね。で、それも、サンスクリットの唱えるとき、モントを唱えるとき、母国語の普通の発音、同じ文字、発音のやり方、それでサンスクリットを唱えています。それが間違いです。それのために、サンスクリットの本当は正しい発音が何ですか？勉強しないと、その可能性、大きいのがあります。で、例えば、外国人もそうでしょ。外国人、サンスクリットで、サンスクリットのモントを唱えますの時、この種類間違いのこと結構ありませんか？例えば、お、あ、い、い、か、か、ですね。結構ありますでしょ。で、アンインテンショナル、したくない。本当は正しいしたくても、なぜなら、その種類発音の耳で分からないですね。何が、これ、区別することできないです。何が本当は正しい、何が本当は今の発音のどうですか、区別できないですね。それで、間違いもあります。例えば、さっき言いますね。トキオですね。我々はいつも外国人、トキオ言ってます。ですけれども、日本人は、トキオ、ちょっと伸ばします。外国人、わからないですね。どこに、例えば、いいですね。いいが伸ばしますでしょ。いいですね。で、正しいではないです。いいが伸ばしてますね。いいですね。おかしい。わかりますね。そう、短いもあります。伸ばしもあります。外国人、それは難しいですね。わかりますね。で、日本人のはすぐわかりますでしょ。やはり外国人、日本語で発音しますと、それが問題です。例えば外国人、津波、津波って言います。津波ではないです。津波。TSU。津波。で、外国人結構、例えばベンゴル語のニュースペーパーで発、ね、新聞、津波言ってます。津波正しいですか？津波正しい発音？津波。津波。TSU。津波。ですね。それですけども、津波ではない。そうが SUNAMI。これが津波。日本人の本当は TSU。TSU。津波。わかりますね。津波と津波。違いますでしょ。で、外国人もわかりま、わからない。そして、アンインテンショナル。知らないですから、間違い。で、我々は発音の
例えば前は結構その問題あります。ありました。今もすごいあります。全然なくなってない。本当はその国の人だけは正しい発音ができる。外国人はそれは難しいですね。それも結構あります。で、私はいつも伸ばす必要です。伸ばしてない。それもありました。伸ばさないで短い。それはちょっと伸ばしてます。で、そうしますと、はっきりわからないですね。聞く人も、ね、だって時をわからない。時をちょっと伸ばさないと、大船。大が伸ばさないといけない。大船。ありませんか？ね？あなたはわからない。もし、なぜなら、外国人そのこと同じ文章をもし発音しますと、あなたはわかります。それも主張して聞かないともわからないですね。で、それはサンスクリットの時同じ。だってサンスクリットで勉強の時、ベンガル人、あるいはインド人ですけれども、これ母国語の発音が、同じ文章が違うんです。例えば、ドッキーネッショ。いわゆるドッキーネッショ言ってますでしょ。ドッキーネッショ正しいではないですね。サンスクリットの語で、発音がドクシーネシュワル。で、皆さんがドキネシュワ、ドキネシュワ言ってますでしょ。で、外国人それを真似してドキネシュワ、ドキネシュワ。で、本当はサンスクリットの、ね、やり方ね、発音のやり方は何ですか？ドクシー、ドクシえ、それー、あどうなれ、んでしょう、どね、う、ド、どう、おうの、ド、違います。ド、ド、シー、かしょ、どくし、あれ、あれ、しゅわる。で、それで全然違いませんか？で、ベンゴリ人がドッキンしょ、ドッキンしょ。新世たちもドッキンしょ、ドッキンしょ。それが大きな違う。同じドクシネショ、サンスクリットで私は発音しますと、サンスクリットね。ドクシネショはサンスクリットの文章の時出ますと、私はドクシーネシュワーいます。ベンゴルの本の中に同じ文章出ますと、私はドキーネシュワーいます。そして、ベンゴリ人もギターの、ね、発音の時ギターを唱えますと、とても気をつけないと間違える可能性あります。で、外国人ともちろん。ね。で、それをアンインテンショナル。したくないけれども、勉強らないですから、間違いない。これ二つ。三番目。キアルです。プチュイで。プチュイ？わかる？プチュイで。例えば、プチュイで言いますと、プチュイで。伸ばしますね。プチュイで。で、例えば、こういう、輪読の時。結構ありますでしょ？キャルレスリー、あまり集中して連続しないと結構間違いの可能性ありませんか？ね？不注意。もう一つ、何ですか？感情が豊かな時。例えば、とても怒ってます。ね？その時怒った後すぐ勉強しますと間違いの結構ある可能性ありませんか？ね？そしてその種類、否定的な感情の影響で間違いの可能性もあります。それから、オーバーサイト。見落とし。見落としですね。オーバーサイト。例えば、上の一つラインの文章あります。それ読まないで、次のラインの文章を読みます。真ん中の一つラインは勉強しない。輪読の時、それも可能性あります。それがオーバーサイト。もう一つは、ノンオブザーベーションのプロパールルール。勉強の時、特別な発音の時、で、完全ないろいろ規則あります。どのように発音します。それを従わない。と間違いの可能性あります。
いうこと分かりました？ね、発音の正しいいろいろ規則はあります。それ知った、もし知らないと、もしは従わないと、知っても従わないと、知らないと、ま、さっき言いましたね、無意識で。知っても、主張して、もし発音しないと、で、間違いの形があります。それは6つの種類です。で、今は、発音の規則について、ちょっと話しますね。で、皆さん、例えばあなたは、サンスクリットもちょっと勉強してますね。それの中に、一番最初は、サンスクリットの文字で同じ。伸ばす、伸ばさない。それもあります。日本語でありますでしょ？伸ばさない、伸ばす。ありませんか？さっき言いましたね。東京。東京。K が伸ばさないでしょ？おが、と、前の、と、最後の、お、両方伸ばします。東京。です。伸ばさない、伸ばします。それもありますでしょ？それ一つ。サンスクリットでは、ロッソが短い。ディルが、それよりちょっと長い。だから、ロッソは、例えば1秒間。ディルゴは2秒間。伸ばすが2秒間です。伸ばさないの時1秒間。1 second, 2 seconds。それもっと伸ばしますと、プーと言ってます。もっと、例えば、2、秒間のよりもっと、例えば3秒間、4秒間、例えば、マービビシャーバハイ。わかりました？マーが伸ばす。オムサハナ、サハ、短い。ナー、伸ばす。ビズビシャー、伸ばす。バハイ、2秒間よりもちょっと伸ばしませんか？それがプーと言ってます。プーと。ね？ラッサ、ディールが、プーと。書きますか？え？なに、ボルチャール、クリアクルワージン。プーと。それで、long, that's for making the impression. So, Pluto. Rasa, Dirgha, Pluto. ラッサ、ディールガ、イが伸ばしますね。ディールガ、プルータ。マハラージ、もう少し上、ありがとうございます。OK OK ですか？です。OK です。ラッサ、ディールガ、プルータ。1秒間、2秒間、もっと長い。これはプルータ。それから、発音の場所ですね。どこからその発音します。サンスクリットで結構あります。だって発音の時、ちょっとイメージしてください。舌、ある時上の部分、パレット、触ります。ある時、舌は歯に触ります。歯。ある時、舌は前の部分はちょっと反対します。タルンですね。で、それが時々口で
もあります。それから時々声、喉から出ます。オントワスタバルの声の中から出ます。でそれでみんなグループします。例えば舌は歯に触りますとダンティアーバルの、ダントが歯、サンスクリットで、唇でオシトアーバルの、ですね。それからまた全部文字スパルシャーバルの言ってます。スパルシャーバルのなんですか、触ります。口の中にいろいろ部分触ります。全部スパルシャバルの、スパルシャが触る。ね、触る。全部そのスパルシャバルのです。なぜなら、ある部分、ある部分触ります。ある部分、ある部分触ります。ですから、それの中にもっと詳しいは、さっき言いました。歯、唇、上のパレット。それでまたグループ、一つグループします。ですね。と、例えば、3つの書ありますね。前も時々説明しましたけれども、書。一つは、書、ふ、そ。多分みんなちょっとはっきり分からなくても、ね、説明します。書は、これ、書。これ上、口の上の部分何言ってるの、日本語で。上顎。あ？上顎。上顎。上顎に少しだけ、シャシャ。それが、シャ。それが、何？上顎。それをちょっとタッチします。これがタラビアシャ言ってます。タル。それがサンスクリットでタル言ってます。タル。So, タルからタラビア。So, タラビアシャ。そのシャは上顎をちょっとだけ触って発音しますか、シャ。それから次は何ですか、舌の前の部分がムルダー言ってますね。ムルダー。So, そのムルダーで上顎をタッチします。それがムルダニャシャ。そのシャは舌の前の部分で上顎を触りますとムルダンナバルナ。発音ですか、ガン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 ガ歯に触ります。それがドンとシャ。それが発音なんですか、シャ。サ。サ、サ。イングリッシュ、英語でサ、その S です。同じ。サ。サ。そして3つですね。1つは、シャ、ファ、サ。と、サンスクリットでそれをしないといけないです。ノーも2つ。な、例えばな、英語で、日本語ではな一つだけですね。な。で、これ二つ。一つ、ダンティアバルナ、ムルダンニャ。ダンタナ、ムルダンニャナ。例えば、舌の前から、これで発音しますと、あら、あら、あら。あ、それが舌をまっすぐして、歯にタッチしますと、な、な。わかる？な、な。これは普通のなです。普通のなみんななです。英語もな。ちょっと観察して自分でちょっとフィールしてください。これ絶対歯にちょっとタッチします。な。ですね。しますでしょ？歯。で、それが、ムルダンニャのなが、これですね。反対して、あら、それ一つあります。もう一つは、
アルパプラーナとマハプラーナ。アルパプラーナ、小さいプラーナが何ですか？バイタルエネルギーですね。生命エネルギー。小さい生命エネルギーを使って発音します。マハプラーナ。結構ストロング、少しすごい生命エネルギーを使って発音します。それが日本人みんなアルパプラーナ、小さい生命エネルギーを使って発音します。ですね、カタカナ。ですけれども、もうちょっとすごい生命エネルギーを使ってまた発音もあります。それを日本人はしない、言ってもわからないですね。アルパプラーナとマハプラーナ、わかりますね。生命エネルギー少し使って、生命エネルギーもうちょっとすごく使って、すごい使って、すごく使って、それがマハプラーナ。書いた方がいいですね。大事ですから。これが本当のサスクリットの文字の発音と、日本人のその発音の何が違う、それでわかりますね。オルパプラーノ。プラーノ皆知ってますでしょ？生命エネルギー。それよく知ってます。オルパは小さい。少しだけ。オルパプラーノ。で、マハプラーノ。マハが偉大なんですね。まあ、知ってますよ、マハ。偉大でしょ、マハトマ。マハバーラと。みんなマハが大きいですね。モハプラーノ。わかりますね。アルパプラーノ、マハプラーノ。大丈夫？はい、大丈夫です。今、例。例えば、何回も何回も聞いて、何回も何回も聞かないと、何が違うか分かりません。聞いても分かりません。例えば、これ、こちょとうとうぽありますよ、日本語で。かきくけこちゃちちゅちょちょたちちゅちょ。たてとてとぱぴぷぷもまみむみも。ありますでしょ？全部はアルパプラーノです。で、サンスクリットでアルパプラーノは絶対あります。マハプラーノがあります。マハプラーノが普通の日本語でないですから、サンスクリットで絶対それが必要ですね。だんだん文字の、ハスキーの文字の中にそのマハプラが入ってますから、それが日本人のために結構難しいです。はっきり聞いても何回も聞いても分からない。そのために別の方がないです。何回も主張して聞いて聞いて聞いてできます。例えば、日本語でこうありますでしょ。マハプラーノなんですか？こ。け、え、もし、ローマ字で書きますと、こがけ、え。と消しますか？それを見ますか？見ますか？見ました。で、あなた、ローマ字でもし書きますと、すぐわかります。何が違う。発音だけでわからない。だって、アルパプラーナは、こ。マハプラーナは、見てください。わかりました？
ロマ字で書きます。すぐわかります。どうですか、皆さんわかりました？か、か、け、えいち。はい。で、このあと、망할일모든걸있지않고요。どうぞ、사실은거래는。か、か、か。かだ、あまでる、망할일있지않고요。か、か、もんでもや。あ、フリックと있잖아요。わかりました？それが、かが、アルパプラーノ。か、ちょっと、必要でないですか？もうちょっと、エネルギーを、あ、か。わかる？そして、マハプラーノです。こがあまり使わないですね。こ。あまりエネルギーかからないね。こ、いますと必要でしょ？全部で同じ。例えば、ごですね。ご。マハプラーノなんですか？言ってください。ご。な、じ、ごがすぐでしょ？ご。で、また H、H ちょっと握手してください。何々は？か。一番、理解ができる。そのやね。それが、が。わかる？何がアルパプラン、何がマハプラン。私はギーギー言ってますね。日本人がギー言いました。ギーではない。ギー。サンスクリットがグリト。本当はサンスクリットがグリート。グリートからベンガル語でギー出ますね。全部それ、コーコー、ゴーゴー、チョーチョー、ドートドード、とと、ぽぽ、ぼぼ。わかる？全部 H。H だけちょっともし使いますと、すぐわかります。何が違う？とても簡単でしょ？簡単で説明しました。今わかりました？何が違う？ラトリーわかりました？それでそうしますと、アルポプラーノとマハプラーノです。どうですか？理解？板村さん？はい、わかりわかりますか？ま日本語と、本当はサンスクリットから来ますですね。カキクケコチャチチチチ。ですけれども、全部アルポプラーノですね。ですけれども、ちょっと、なぜなら、もう少し、もしエネルギーを使って、で、マハプラーノ出ます。か、か、が、が、ちょ、ちょ。あなた、いつも H 使って発音してください。それですぐわかります。OK。どうぞ発音してください。か、か、言ってください。そう。それから、ちょ、ちょ、ど、と。OK、みゆきさん、どうぞあなた、アンミュークしてください。はい。どうぞ、発音してください。か、か、か。か、か、あ、そうです。H、H。あ、か、か。それ難から、しいです。ちょ、ちちょ。ゃ、か。ガイトリー。どうぞ、あなたってずっと勉強してますから、どうぞ、発音してください。か、か。ああ。が、が、そう、ゴーが、ゴが、が、が、そう、今 OK が、です。そう、その感じで実践しない、練習しないといけないんです。わかりますね？それが練習必要です。そうしますと、で、サンスクリットで唱える、モントラ唱えるは完璧になります。これが一つ、大きな一つ大事な、とても大事なポイントと、それです。アルパプラーノとマハプラーノ。
日本人普通はマハプラのあまり全然使わないですから。そして全員もとてもサプルですかね。サプルの発音が、チャータータータ、でもサンスクリットで両方あります。ですね。これが基礎法です。ルール。どうですか？わかりました？で、もう一つは、二つ文字を合わせて、一つ文字を作る。それも結構難しいです。いっぱいいっぱいそれありますから。ですね。で、それも結構時間かかります。わかる？二つ文字を作って、一つ文字を作る。それが結構勉強しないとできないです。例えば何ですか？さっき言いましたね。ドクシーネッショル。もしドクシーネッショル、私はサンスクリットでもし発しないとちょっと難しいですね。デブナゴリ、サンスクリットの文字。しょうがないですから、ちょっと印象のために、みんなドッキーナショー、ドッキーナショー知ってますか？ちょうど発音使います。ベンガル語でドッキーナショー、ドッキーナショー言ってますね。そう、ベンガル語で発音しますと、見てください。それがベンガル人はそのように発音します。ドッキドッキ、ケーケネッショル、ショーソー、エスエス、ドッキーネッショル、ドッキーネッショル、ケーケーエスエス。で、本当は正しい発音は D A K S H ネッショル。これ書かないのがいい。それさっき言いましたね。小3つあります。1つは小、もう1つは小、もう1つはソ。それでローマ字でサイン使ってます。例えば S の上、マーク、S の上、そのマークありますと、で、その発音が小だ。そう。あ、もし S の下、マークしますと、それがそう。あ、何も使わないと、サイン、そう。そう、ローマ字でそれができます。日本語でそれできないですね。と、そのサインを使いますと、ローマ字で、
すぐ皆さんわかります。どちらがしょ、どちらがふ、どちらがそ。ですね。で、ローマ字でそのサイン使います。で、そうサインを使って、もしわざわざ独身の人はそれはローマ字で使いますと、で、見てください。S の下は、S の下、ドットありますね。で、その時、しょします。ね。と、K と S。K としょ。K としょ。二つ文字です。かとしょ。その二つ文字を合わせて、くしゃ、だくし、だくし、その発音が出ます。かとしょ、二つ文字ですね。それを合わせて、一つ文字は出ます。それがくしょ。また、ねしわる。このしわるが SW ですね。これ、これが、ソーですね。と、ソーと W、それを合わせてもう一つは文字が出ます。と、何の文字の本当はサンスクリットで、どのように見えます？これでサンスクリットの文字を知らないと説明ができないです。ね、二つ文字を合わせて新しい文字の形はどうですか？それがサンスクリット勉強しないとわからないです。そして私、しょうがないですから、ローマ字で説明しています。ですけれども、大事なポイントは、二つ文字で一つ文字は出てます。結構あります。ね、サンスクリットで。で、もう一つは、ポッドモ、レンガーですね。レンガーな、レンゲ、ハスの花ですね。ハスの花。ハスの花のサンスクリットは、ポドモ、ドとモ。二つ文字で合わせて、一つ文字が出ます。それが何ですか？ドとモ。合わせて、ドモ、ドモ。それがポドモ。これが正しい発音。ベンガリ人は、その同じ文章を発音しますと、ドドになります。ポッド、ドド。ドとド。二つド。ですが、それが間違いです。本当の発音がポッドモ。で、ベンガリ人書くとき、ドも書きます。発音のとき、ちょっと違うです。そして、我々も本当は、何が発音？サンスクリットの勉強の時、サンスクリットの勉強しないとベンガリ人も理解はできないです。書く時同じサンスクリット従います。発音の時、ベンガリ人の自分のやり方ありますね、発音。と、それは、ユクト、アクサラ言ってますね。ユクト、ユクトまで二つを合わせて、アクサラが文字。と、二つ文字を合わせていっぱいいっぱいやります。それがサンスクリットの勉強の時、ベンガル語勉強の時、これが大変です。で、大変な言葉はそうです。なぜいっぱいありますから。いうことわかりますね。で、それは全部規則です。発音の規則。ですね。もう一つ何ですか？これが唱えるの時も一つ規則あります。唱える。そう、唱えるのとき何が規則あります？例えば、何ですか？これ、ピッチ。プッツ、プッツより下、プッツより上、大きい。ね、プッツ、ノーマルピッチ。それの下、
ちょっと下で、下のピッチ、もうちょっと上のピッチ。ありますね。それはどのように我々は理解します？それはサインになります。そのサインが何ですか？ホライゾンタルとバーティカルです。ホライゾンタルが文字、水平ですね。水平な、水平な。これがホライゾンタル。ホライゾンタルがこれです。あ、もう一つはバーティカルです。バーティカルが垂直ですね。これです。わかりました？え？ホライゾンタルとバーティカル。どうですか？わかる？わかりました？そのサイン。あ、普通のピッチの時何もサインないです。ね、普通のピッチの時サインなし。普通のピッチの上がサインあります。そのサインが何ですか？バーティカルサイン。バーティカルは垂直。もし下にありますサイン、ホライゾンタル、水平、それは普通のピッチよりちょっと小さい、下です。どうですか？わかる？それでサンスクリットのマントラの唱えの時結構あります。もちろんロマ字でちょっと難しいですね。でベンガル語とサンスクリットでもできますですね。例えば、さっき言いましたね。オーム・サハナ、これベンガル語で。オーム・サハナ・ババト。見てますか？見てますか、皆さん？はい、見えます。プタスサインありませんか？上と下ありません？バーティカルとホライゾンタル。見てますか？見えない？なんとなく。ちょっと見せてください。それがバーティカルもあります。ホライゾンタルもあります。水平と垂直。それを見て、我々はわかります。どこにちょっと上、普通のピッチより、どこにちょっと下。それで、で、前は発音しなくても、新しいそのルールを理解して、分かってできます。ですけど、それも何回も練習しないとはっきり出ないんですね。例えば、オーム、サーの下は、ありますね。これ、バーティカル。ありますね。それが下です。オーム、サー、オーム、サーハー。下でしょ？あ、すみません。サーですね。オーム、サーハー、サーハー。ナーの上は、バーティカルです。ナー。ババト、ババトは何もサインないです。そして、オーム、サーハ、ナー、ババト、サーハ、ノー、ブナクト、サーハ、ビーリヤン、カラワーワハイ、何もサインないです。カラワーワハイ、また、テの下、ジョの下もサインない。テジョス、スイ。スイがない。それプッツのピッチ。また、ナーが下。テジョス、スイ、ナー、バ、ディ、タマスト、マ、ビッ、ビシャ、ビッ、マ、ビッ、ビシャ、バハイイプルト。わかりますね？オームシャンティ、シャンティ、シャンティ、ハリヒ、オーム。で、その時、
シダの時は時々何がデーで接しますね。例えば、ミュージックのコンダクターいますでしょ、うん、コンサート、うん。大きなコンサートの時、何が二つありません見たことある大きなコンサートの時わかるそれでコンサルの時ありますでしょコンダクター、そうします。で、それも発音の時、その感じ、手で、下、普通、置き。ピーチが普通、下、こっち、上、この感じで。で、そうします。オーム、サハナ、ババト、サハノン、ブナクト、サハビリアムカラワバハイテジャシナバディタマストマウィデビシャバハイエオムシャンテシャンテシャンテヘハリヘオムその感じでみんな、ね、サンスクリットのいっぱい一緒に勉強しますと唱えますと結構そのサインでわかります。何がピッチがプツ、ピッチが下、ピッチが上。これが規則です。とても複雑な、まあ、いろいろ規則をみんなすぐ勉強できましたでしょ。ダイエットさんどうですかサンスクリットずっと勉強、一生懸命勉強してますけど、ね、でそれを面白いですね。そうしますと本当は特別な波動出ます。何が文字の意味わからなくても発音が完璧だったらとてもとても特別な波動出ます。バイブレーション。インドでも結構サンスクリットの意味わからないですね、モントラの。なくても、波動出ますから皆さん好きです。神聖な波動。わかりましたと、サンスクリットから出ているいろいろありますね。たベンガル語、グジャティ語、日本、ヒンディ語。それ発音しますそのバイブレーションでない。サンスクリットだけ。そして言っても神聖な言葉です。サンスクリットはどうして神聖？なぜなら意味が理解しなくても発音がもし本当完璧だったらとってもとてもいいバイブレーション出ます。それのためにずっと勉強しないといけない。先私はびっくりしますね。インターネットであとイギリスのスクール。あなた皆さんインターネットでもできると思います。ある学校、みんなイギリス人、素晴らしいサラスワティね、マダサラスワティの、ある何がモントラ、サンスクリットで唱えてますから、とっても素晴らしいですね。本当完璧です。でそれは、もちろん突然できないですね。いっぱい勉強して、それも理解します。あれ、すごいですね。とシェフしますと、波動出ます。それが特別です。どうですか、わかりますか？それを発音が正しくないと、結果は反対の可能性あります。例えば、いろいろ儀式の時ですね。儀式の時、プリスト。モントを唱えながらお供えしますですね。例えば火をつけて、モントを唱えながら、儀を、例えば捧げ物を捧げます。その時、本当は正しい発音しないと、結果はとっても反対で、危険的なことです。なります。そして、その時とっても気をつけないといけない。普通の勉強の時そんなに問題ない。儀式の時
完璧でしょ、シャッションしないと。クライアントね、クライアントの助けないで反対の可能性あります。皆さん、助けるためにはプリストがやりますでしょ。助けません、反対が危険が出る可能性あります。ですね、でそれのために言ってます。どうしてオウムタツサ、トリオウムタツサ、トリオウムタツサ。なぜそれは間違いもしありますと、アニンテンション。インテンショナルでちょっと、アニンション、無意識でもし間違いしますと、でそれを許すために、神様の許すために、それが何回も唱えてます。トリオウムタツサ、トリオウムタツサ。わかりました？で、またもう、そう、つながっている状態、ね、ブラッマンと自分のつながっている状態でも、それはできます。で、今別の、何ですか、聖典の勉強の時、四つの基準あります。その基準は何ですか？ね、すべての聖典の勉強の時、2つの基準があります。勉強の前、それ5つの、4つの基準についてはっきり理解しないといけない。1つは、勉強はあなた、勉強のものは何ですか？何を勉強したい？勉強の内容は何ですか？それはっきり理解。ですね。例えば私は、絶対の真理について勉強したい。アートマンについて勉強したい。これがティームです。これは勉強のとてもティームが真理の真理。サッティアステアサッティアム。アートマン、ブラムマン。アートマンとブラムマンなんです、本書は何ですか？アートマンとブラムマン何が関係ある？その宇宙はブラムマンから何がどのように出てます？それが人格と体、心とアートマン何が違う？魂、何が違う？それについて勉強する。それが我々のサンスクリットでビシャヤ言ってですね。ビシャヤ。一つは何ですか？ビシャヤ。ビシャヤは何ですか？テーマ。私は勉強のテーマは何ですか？内容は何ですか？それ一つ。次は何ですか？三番だ。三文の関係。例えばある本 と, とな
我々の勉強のものを関係何がある。例えば、トポニシャット。これは本でしょ。で、その本と、あるいは勉強したい。そのものとその本の関係ありますかありません。本といろいろありますでしょ。と、あれ勉強したいがそれで真理。ですけども、私はそれのために、何の種類本を読んでます。それを考えないといけないですね。なら、科学の本もありますでしょ。もちろん科学の本の中にそれはないですから。それ例えば、カトーポニシャン。このカトーポニシャンの本と手間、何が関係あります。関係はないと避けます。ね、三番だ。次は何ですか？が、オディカリ。オディカリ。オディカリは何ですか？準備。勉強のためにあなた準備ありますか？ありません。ね、それも考えないといけない。それからもう一つ何ですか？プラヨージョナム。プラヨージョナム。ですね。プラヨージョナムは何ですか？目的は何ですか？勉強の目的。何の目的で勉強します？それ四つの勉強の前、四つのこれ、何ですか？基準についてはっきり理解しないといけないです。なぜですか？それをまた、もっと説明しますね、ゆっくりゆっくり。例えば、ですね。最初は、ビシャや、内容。内容について何ですか？聖典ですね。聖典の内容は何ですか？アッギャーとギャーポコムシャストロム。意味何ですか？その種類ものをいろいろ方法で勉強することできない。その種類ものについて勉強するために聖典の勉強します。例えば、アトマンなんですか？ブランマンなんですか？ゲダツなんですか？サトリなんですか？普通の本読んでそれが読みますとできないですね。科学の本。いろいろありますよ。本がいっぱいありますけれども。その種類本から、アトモン何？神様は何ですか？論文何ですか？それ理解はできないんです。他の本を勉強して、例えば、ある内容について何も勉強できない。ですけれども、その種類勉強が聖典の勉強して理解はできる。それが聖典の特徴です。いうことがありますな？
物質的なものについて他の方にいっぱいありますけれども、でその、まあ、実在ですね、非実在についてありますが、実在について勉強は仏の本でできないです。それのために聖典を勉強します。ですね。で、さっき言いました、例えばアトマンなんですか、アトマンの本性なんですか、ブラッマンなんですか、ブラッマンの本性なんですか、ブラッマンとアトマンの関係は何ですか、宇宙をどのように作った、宇宙とはで本性なんですか、それ全部、それから回復、それからマヤは何ですか、マヤはどのように解放します、解放ですね、解消解消な解放、それどのようにそれいろいろこれなんで束縛を解放します、それからどのようにブラッマンとアトマンを悟ります、それ全部は我々の勉強の内容です。ですね。で、次は何ですか？これ、三問の関係。本と私の勉強のものの何が関係あります？ボッダーボーダーか。で、例えば、カトポニシャド。カトポニシャド勉強しますと、で、それの中に全部それは説明してます。アートマンなんですか、体なくなっても、初代的な体なくなっても、アートマンは続けます。アートマンを切ることもできない、燃やすこともできない。それからミクロレベルでアトマン、マクロレベルでブラッマンと、そのブラッマンのアトマンの本性はサッチータ・アナンドです。それの結果で全てのカルマはなくなります。それでいろいろいろでコトモニシを勉強しますと、それは理解できます。それが三問のです。関係。何が関係ありますね。次は、オディカーリーです。準備。例えば、準備は、もしあなたは、東大に入りたい。例えば、ハーバード大学、MIT に入りたいですから、向こうでも準備必要でしょ。その種類準備が何の種類準備、例えば、あなたの IQ どれぐらい？ IQ、インテリジェンス。どこまであなたは勉強すること、科学についてどれぐらいあなたは、どのレベルがどうですか？理解、勉強のレベルがどれですか？それも結構必要でしょ？もう一つ、お金ありますか？そうですか。結構高いですから。前の2つあっても入ることできないんです。とっても高いですからね。田中さん、はい、大丈夫ですか。はい、でそれでそれが基準です。入るのの前の準備、頭の準備でもう一つお金の準備ですけれども、ハーバード大学に入りたいなら、あなたどれぐらい瞑想してます？あなた心のと体のコントロールができますか？それが絶対それを尋ねません。神様についてどれぐらいあなた興味あります？悟りたいですか？
しますか？その質問しない。大きな違います。勉強のために、聖典の勉強のために、準備、いろいろ接続的なものの勉強のために準備が全然違います。勉強の時、仏の勉強の時、昔とお金と全然関係なかった。ですけれども、誰でも入ることができます。先生がサポートします。で先生をどなたサポートか、先生もお金稼ぎません。で、お様とお金持ち、昔はそれをみんなサポートしてました。先生自分のお金ないでしょ？生徒からもお金もらわない。その時、それインドのシステムそうですね。日本でちょっとかもしれない。ですけど、昔、ヨーロッパでも、みんな総員に勉強しましたですね。カトリック。総員でいっぱい勉強のためにみんな行ってました。総員の中に。総員をサポートしてました。モナステリー。仏教、インドの仏教もそうですよね。仏教の総員、大きな総員になりましたから。ナロンダ、タクシャシラ、ありました。ですでも、本当は聖典の後ろのためのお金の関係ないんです。その準備いらない。何が準備必要です？それ前もちょっと結構説明します。で、例えば、いろいろ、あなた、基礎的な聖典を勉強することができない。もし、ちょっと高いレベルの勉強のために、ベーダントの勉強のために、例えば、カトマニシャとかウポニシャですね。それのために、また、ちょっと少なくても、そのレベルまで勉強しないといけない。ウポニシャの勉強、ベーダントの勉強の前も、いろいろ勉強しないといけないんです。なぜなら、ベーダントウポニシャのために、頭つけて、使わないといけない。その頭が普通の接続的な勉強と聖典の勉強のために別の書類の頭が必要です。例えばとてもとてもインテリジェント、頭とてもいい、科学をいろいろ勉強できます。けれども、聖典を理解するために、その種類頭あっても理解はできないの可能性もあります。それが大きな違いですね。聖典の勉強のために、特別な理解の力が必要です。結構あります。有名なサイエンティスト、科学者、有名なスコラー、聖典の教えますけれども、絶対わからない。その例もあります。聖典の教えてもわからない。そして、二つ種類の理解が二つ種類です。普通の頭いいですけれども、その種類プツの理解の力で、聖典の理解はできないの可能性もあります。それを皆さん、はっきり理解してください。で、一つ書きますね。いろいろ最初は基礎的な聖典の勉強しました。それの後、もう何が、それまあ前、結構説明しました。ニッティア、アニッティア・ボスト・ビベーカー。知ってますでしょ？説明しました。例えば何が一時的、何が永遠。
ニッテアニッテアニッテ。次は何ですか？イハアムトラファラボーガビラール。たとえ欲望。それも放棄しないといけないですね。識別して、世界と天国のいろいろ楽しみの欲望をやめないといけない。もう一つ何ですか？これは、体と心の感覚と心のコントロールですね。シャマダマ。心のコントロールと感覚のコントロール。シャマダマ。それから何ですか？これ、ソッダーですね。ソッダーは、たとえ、フェイト、信仰。ソッダーですね。それから、何ですか？これ、で、それから、で、いろいろが必要です。で、また最後に、無目出頭ですね。下脱のためにやる気。それが必要です。なぜなら、他の皆できていますけれども、下脱のためにやる気はないと、聖典の勉強の準備はまだです。それから、これ、そうですね。オポロティ、例えば、これ、いろいろコントロールしても、また前の損失がありますから、また欲望出ます。それがオポロティ、ディティクシャ、我慢する、それからサマーダン、これはブラッマンについてずっと考え、で、シャッダー、さっき言いましたね。これ、先生と聖典と神について、本当は信仰。神の信仰、それから先生の信仰は聖典の信仰。それも必要ですね。それから、プロヨージョナム。それでオディカリ、セキビンスね。準備。で、最後にプロヨージョナム。どうして勉強します？なぜなら、いろいろ目的で我々は勉強します。一番最初は、すべての苦しみ、悲しみはなくなります。トルティ・ショーカム・アトモビッツ。それから何ですか？
これ仏教の中に苦しみはないと楽しみは出ます。そのアイデアがあります。ですけれども苦しみはなくなりますと楽しみは出ます。本当はその状態は出ないの可能性もあります。例えばあなたのお腹空いてますね。でお腹空いてますからであなたある食事食べてでそれはお腹一泊になります。ですけれどもこの食事あまりおいしくないですね。おいしくもしなかったら本当は楽しめないでしょ。お腹今いっぱいです。でしょ、楽しみの状態出ないんです。いいこと分かる。お腹空いてますからちょっとなぜなんですかこれ何が言います？サパリングなんですが、お腹空いてますから何がいいことを使った方がその状態で、苦しみ言わないですね。悲しみも言わない。何が言葉を使った方がいい？お腹結構空いてますから、その時心の何が言った方がいい？辛い。辛い。辛い。OK、OK。辛いの状態ですね。辛いは苦しみではもない、この悲しみもではない、ね、辛いですね。で、そのお腹いっぱいですから、その状態がなくなります。ですけれども、楽しむことはできない。なぜならあまりおいしく、おいしくない。それも結構ありませんか？ありますでしょ？で、私は飛行機で行くとき、結構あります。例えば、いろいろ、ね、飛行機の中にご飯出ます。全然おいしくない。でしょ、食べないといけないですね。で、その種食べ物食べて楽しめないですね。ですけども、スライの状態が、そして、その状態はなくなっても、本当は楽しみが状態が出る、出ないの、両方の可能性あります。楽しみのために本当は美味しいものを食べたいなら本当は利用法できます。辛いの状態もなくなります。それまた楽しんでます。そう、2つやり方が必要です。いうこと分かりますね。仏教の中にはっきりそのこと書いてないです。辛いの状態や苦しみ悲しみの状態がなくなります。そのかあります。ね、いつも苦しみ、悲しみ結構ありますからね。で、それしますと楽しみでます。ですけれども、本当一緒ではないです。苦しみ、悲しみなくなっても楽しめないの可能性もあります。ありませんか？ただある問題。結構問題ありますから、問題は消えます。けれども楽しみではないでしょ？問題がなくなります。それだけです。理解できますか？楽しみの状態ちょっと違うです。ベダントの中にそのことをはっきり書いてあります。ね、それはそれのためにブランマンのサーチチッアノンドです。アノンドのコンセプトが出てます。いいことわかりますね。アノンド出ますと苦しみ悲しみの状態がなくなるだけではなく、本当は楽しみの状態が出ます。喜びの状態が出ます。至福の状態でます。わかりました？それは一つはプロヨージャマン。どうして勉強します？聖典の勉強します？ベダントークもします？苦しみ、悲しみも絶対なくなります。それともちろんそうです。だけではなく、楽しみの状態も、至福の状態も出ます。これが目的です。どうですか？わかりました？また、次のクラスの時が10時になりましたから、今日はこっちストップして、で、また、皆さん、10月がお休み。で、また11月。で、それが
続きますね、プラヤジャナム。それがいつですか ?11 月の13日、世界水曜日ですね。それをオパニシャドのクラス始めます。OK? 皆さんありがとうございました。最後の祈り。オンプールナマダ、プールナミダン、プールナプールナムダッチャテ、プールナッサブルナマダヤ、プールナメバワシッシャテ、オンシャンティシャンティシャンティ、ハリハリオンタッサッスリーラーマクリシュナルパナマスト